こんにちは、ゆりです。こんにちは。なんとですね、はい、今日は皆さんに報告があります。今日8月24日、はい、平成ジャンプさんがアルバムを発売します。あれ、なんか関係ある？あるよ。ビターチョコレート楽曲提供してます。うえー、やばっ、マジすげえよな。ありがとうございます、うん、そしてですね、はい、あの、それだけゆりチャンネル。まあそうだね、それ以上は別にないよ。あの、他の楽曲には俺は一切関係してませんし、そうです。ただ、あの、きっと素敵な曲があると思いますので、はい、僕も絶対聴きたいと思います。はい、そうですね。皆さんもぜひ聴いてください。まあ、あの、平成ジャンプさんですから、はい、あの、まあ、僕たちの動画が進めなくてもね、確かにみんな手に持ってると思います。確かに確かに。いっぱい聴いてると思いますので、はいはいはい、あれですが、うん、まあ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 、でもね、うん、こんな初めてじゃん、こんなに、うん、こんなすごい作品にさ、うん、携わらせていただけるのはさ、うん、だからなんかすごく自分でも、うん、まさかこうジャニーズさんにね、うん、こう楽曲提供でこうするなんて、うん、もう夢にも思ってませんでしたので、うん、すごく嬉しいです。ありがとうございます。そして、あの、はい、MV 見ました。そうです。平成ジャンプさんの方で MV が、そうだね、公式から。バーク見ました。見ました。見ました。見ましたよ。本当にね、あの、俺ちょっとツイートしたんだけどさ、うん、ちょっとあの、伊能さんと、うん、こう女優さんがさ、うん、こうデートをしてる風景がこう流れるじゃん、うん、で普通に、まあ、もちろん女優さんも綺麗だったけど、うん、ただその、伊能さん可愛くなかった。そうだね。もちろん子供の時からさ、テレビで見てた人じゃん、うん、まあ大体同い年ぐらいなのかなって。しかも、そうそうそう、多分平成ジャンプの人たち、俺ら93年生まれなんだけど、ね、結構多い、ね、同い年ぐらいだ。でもね、伊能さんはね、ちょっと年上なんだけど、うん、あ、そうなんだ。普通になんつうの、年上の男性にこんなことには失礼なのかもしれない、うん、もしかしたらファンの方が怒られるかもしれない、うん、でもまあ僕嫌いでも大丈夫。どう思いました？ただ本当に可愛かった、はい、ね。あの目がやばくない、うん、確かになんかトロンとしてない、うん、普通に可愛いと思っちゃった、うん、あれはちょっと惚れちゃうかも、ね、やばいよね、うん、しかもなんかさ、あのラジオで、うん、あの山田さんがね、うん、リアルタイムで聞けなかったんだけど、うん、ダイレクトメッセージがすごい来たの、ジャニーズのファンの方から、うん、ツイッターでも調べたらすごい出てきて、うん、なんかゆうりって調べたらめっちゃ出てくるんだけど、うん、そのことがあの山田さんがこの交流があるアーティストさんと、うん、でゆうりの名前出したみたいな、って言ってくれてさ、うん、そんなになんだろう、うん、何回も会ったことはあるわけないし、うん、あれ2回ぐらいだけど、うん、本当にね、2回、もうちょっと会ってるかな、うん、だけど覚えてくれてたんだっていうのがなんかすごく嬉しくて、うん、テレビでもさ、うん、あのミュージックステーションとか、うん、かな多分、うん、同じ日だったんだけど、うん、その時とかもすっごい優しいんだよ、うん、同い年でもさ、うん、分かる、キラキラしてるね。そう、確かに。だってこの家にいたら普通に出てった方がいいと思います。確かにやめた方がいい。同じさ枠に収まっちゃいけないなと思う、うん、大丈夫ですかって心配になるぐらい、うん、そうキラキラしてて、確かにすごい優しい人だじゃなって、うん、汚しちゃいそうだよ。いやでもね、うん、今回なんかそういうさ、うん、そう、どこにユーリが楽曲提供だから、やばいやん、すごいね。いや本当に嬉しいですよ。いやもう本当にすごいです、それは。皆さん本当に聴いてください、はい、お願いします。そしてね、はい、あのもう一回 MV の話してもいい？はいはいはい、はい、まだ見てない方いると思うんだけど、はい、あの MV だけはあの見た方がいいと思う。なんか最近、そう、なんだよ、俺たちってさ、うん、バクもバクは最近ちょっとそのプライベートの話あんましてなかったからだけど、うんうんうん、キュンキュンしてることってある？キュンキュンすることあるよ。あるんかい。マジ？いいね。絶対強がってる。強がってる。え、うん、うん、ある。いや、バカ。バカ、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 バカ。俺が一番ある。何であんだよ。まず店員さんに全員になってる。え、お釣りですって言われた。童貞だ。ゆうりチャンネル。引かれると思うな。これだってジャニーズファンの方もしかして見るかもしれない。あ、そっか、うんうん、じゃあなしだ。しかもこの40のハゲたおっさんがって思ってる。おいおいおい、ただ皆さん28、山田君と食べ、山田君と食べ、今さ、これチャンスだよ、はい、だって結局いつもはさ、うん、俺たちのこと好きな人見てくれるじゃん。確かに。でも今回は違うよ、うん、そう、これは平成ジャンプさんって名前を使ってるからね。確かに確かに。だから俺たちも変なことできない。はい。ただあの、僕たちどっちも93年度生まれです。山田君と食べです。信じられませんが、もう俺小学校の時からあ、同い年。山田ずっとテレビ見て思ってました。何、慣れ慣れしく山田くんでも山田さんだ。俺ライバルは神木くんと山田くんだと思ってた。あったよね。あった。ライバルとかじゃないんだけど、うん、その同い年でさ、うん、こうある時に、うん、有名人の名前出す時、うん、結構そのヘッドショップさんの名前使ってた。あ、分かる分かる。山田涼介さんとジャスティンビーバーが同い年。あ、ジャスティンビーバー一緒なの？ジャスティンビーバーちょっと違うんだっけ？94年3月。同い年。もうちょ94年。え、3月何日生まれ？ティタッチ。あ、ジャスティン・ビーバー同い年だ。まあちょっと学年、あの生まれ年は違うのに、学年一緒だ。俺94年3月まで。あ、そうだ。めっちゃ近いじゃん。確かに。マジ？だから日本のジャスティンって言われてんだもん。うわー、誰が言った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 、テントあり？誰が、なんだっけ、テントチだ。やばすぎ、やばすぎ。ゆりチャンネル。なんかさ、最近さ、チョコレート食ってたのこういうことですか？
どういうこと？どういうこと？なんかやっぱ自分でこう曲を作った上で、あえてこうそこからゴミとかシュッてチョコ入れるようになったじゃん。でもなんか俺ってもともとこうなんだろう、甘いチョコレートとか結構食べるんだけど、なんかふとビターチョコレートとかをさ、カッコつけて買う時あったのよ。なんかそういうので、なんかそしてなんかビターチョコレートなんか響きもなんかさ、かっこいい感じしない？わかる？渋い渋い。そう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 。なんかそういうのも含めて、でやっぱりキラキラな人たちが歌うのは分かってるわけじゃん、例えば源太が歌うとかだったら、あの曲は書かないし、確かに分かる、あ確かにだし、やっぱりこう楽曲もその人に合った楽曲があると思うんだよ、あ確かに、ジュンの見た目だったからやっぱシャッターって曲を作ったし、やっぱりバカもきっとそうだよ、待ってシャッターをカメラでしょ、えでもジュンありきじゃん、あまあそういうことで、でやっぱこう写真ばっかりきっと彼女撮ってたんだなで作ったじゃん、だからやっぱこう人によってさ、とかグループによってその人に合う楽曲ってあると思う、だからそういうとこをいろいろ考えてこの 曲にしたから、ゆうりくんちゃんとやってんだなってなんか思ってほしい、なんかね、この仕事が今までで一番仕事っつうか、まあ仕事か、まあそう楽曲提供のこの事実がなんか俺を一番なんか YouTuber だってことを忘れさせてくれた、わかる、それはそうだ、なんか、これって本業に戻れた、これなんかすごく俺やってるなって、俺ってアーティストだったんだってわかる、思い出させてくれた、まあそうだ、本当に俺ら何にも関係ないからね、そう、これ全く関係ないじゃん、これやって動画撮ってるけど関係ないわね、だから今ハッとさせられてるけど、結局あ、俺って YouTube なんだ思ったけど一回切れたけど、そうそう、でもやっぱりこう YouTube をさ、こう全く切り離してのこうやつだったからさ、例えば今までのマルリちゃんとかさ、あの、アイちゃんとかは全部こうスタジオにもさ行ったりしてたし、で、今回そういうのはなんかただ作る、で、歌ってもらう、どうやって素敵に歌ってもらいたいなって思いだけで作ったじゃん、なんかね、すごく、あ、俺ミュージシャンだってなんかね、寝る前すごい思った、確かにね、布団に入って、俺今日ミュージシャンだった明日なんだろうってGoogleカレンダー見たら、明日 YouTuber の日だゆうりチャンネル、そして、あのさっきあの山田さんの話になりましたが、あのゲームの YouTube やってるの知ってます？知ってます、めちゃくちゃ伸びてるね、すごくない？いつ見ても急上昇乗ってる、なんかさ、こう俺も一応ミュージシャンでさ、こんなにガチで YouTube やってる人あんまいないっていう感じじゃん、だけど、霞むよね、いや、本当にすごいちゃんと出るもんね、そしてじゃあおもろいしね、そう、あとさ、俺たちもあの今までゲームの動画をこうちょこちょこ上げてたんですよ、皆さん知ってますか？クソ回です、正直クソ回です、やっぱ俺たちこう365日上げてるから、まあ稀に現れるクソ回、まあ稀でもないか、俺たちって結構くだらないのも結構上げてるじゃん、まあ楽しい、楽しんでもらいたいなと思って頑張ってやってるけど、ただそのゲームに関しては正直もう撮るたびに思う、毎回もうやってはいけないな、ゲームって本当にやっちまったなって思ってるよね、そうそう、あのマリオカートとかさ、マリオテニス、マリオテニス、だって下手っすからね、俺ら、そうなんだよ、確かに、俺1個いたのはさ、ああいうチャンネルを見てゲーム楽しそうっつってやってみようさ、俺たちがやる同じゲームってめちゃくちゃつまんなかったしない、めっちゃわかる、なんか技はもう全部決まっててさ、全部俺も同じ技が出せるのにめちゃくちゃわかるな、勝てないとかさ、バクとかはすごい、あそこゲームやってるじゃん、確かに、あの山田さんと同じ APEX っていうゲームも結構真剣にやってるけれど、ただ山田さんの強さは異常、異常なんだ、めちゃくちゃ強い、そう本当に強い、俺たちは正直そのガンゲーム、ガンシューティング、FPS つんだ、ガンシューティングじゃない、ガンシューティングのゲーセンにあるやつ、ごめんなさい、ごめんなさい、その FPS ってやつ、もうあれに関してはもうやる前から分かってんの、もうやってない、誰も、だって俺たちがやってる荒野行動のあの動画見たことある、本当にあんだろ、あの動画俺たち死ぬほど上げてます、ただまだやっつけれた人数2とかじゃない、いや本当ほとんどボットでしたね、あんなにうえーとか言ってたの、あんな時間やってできてないから本当に向いてないと思ってもやってないんだけど、なんかあれも面白そうだよね、つかさ、ゆくゆくはさ、これもしかしたらあのゲームめちゃくちゃやってたらさ、あれかもね、コラボしてくれるかもね、確かに、なんで音楽じゃねえんだよ、やろうやろう、まあ音楽はコラボしたからね、まあそうだね、音楽はコラボしたから、次は FPS で、FPS で、なんていうゲームでしたっけ、 APEX、 もうそこから APEX、 APEX でコラボしたいから、ゲーミングパソコンの部屋作る、あーいいね、こういう感じね、こういうことね、
だからバクそれセッティングしてくれますよ。もちろんもちろん。あの全部あのこれが必要これが必要。バクんちすごいからね。バクんちすごいから。ピカピカしてるから。ピカピカに光らせて。みんなに見せたいよ。だから俺の部屋もあんなかっこよくしてもらいたいから、うん、よろしくお願いします。任せてください。いつか。動画。だから今日は普通にあの同い年2人ですっていう。そうじると。であの伊能さんただただ可愛かったっていう。あと最高の曲できて最高の人歌ってもらったっていう。そう本当にありがとうございます。あの子供の頃から、うん、あのなんつうんだろう。スター、同い年のスターを、うん、確かにうわすげえ人がいると、もう同い年とかそういう概念なかったもん、ね、うん、わかるマジでわかる。そういう方がこう歌ってくれて、うん、すごく嬉しかったっていう話と、うん、あのゲームがやっぱり上手くて、うん、YouTube が面白いということで、うん、俺も頑張って Apex 勉強するから、はい、え、なんだ俺ゆうりチャンネル。でもまあ本当にね、うん、あの何かと、うん、あのこれからも関わりたいです。とんでもねえな。どんな動画だよ。でも皆さん本当にあのビターチョコレート、はい、とてもとてもいい曲なので皆さんぜひ聴いてください、はい、そしてねミュージックビデオもとてもキュンキュンキュンとそれが、うん、あの MV になってましたので、はい、皆さんそちらもぜひ見ていただけるととても嬉しいです、はい、よろしくお願いします。チャンネル登録とグッドはお忘れなく。皆さんまた明日。チャンネル登録お願いします。